違いますので、そうすると家来はここに控えてるんですね。で、ご主人はここでお話をするんですね。で、ご主人が何か切りつけられそうな、絶対ないんですけど、まあ、もしそんなことがなったら、ここから襖を開けて、家来が差し切りにしたんですね。まあ、そんなことなかったでしょうけども、まあ、そのためにあるお部屋。